はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はメカニックスサクチャレのちょっと思想をやっていきたいと思います。投手でやっていきます。で、実はこれテイク2でね、あのテイク1やったんですけど甲子園に行けずに終わってしまったのでボツになりました。まあセンス罰ですけど別にいいよね、経験点が全てなんで。で、デッキの方は今回こんな感じになってます。で、特攻ボーナスを、まあ、自分の手札の中でマックスになるように組みました。なので得意練習は、5種類プラス女の子4人ですね。で、テイク1でやった時ここにいる野球マン1号をエクちゃんでやってたんですけど、ちょっとね彼女キャラ4人っていうのはメカニックスだとねどうも回せないんで、ちょっとエクちゃんは外して今回野球マン1号に、しました。で、野球マン1号を入れることによって得意練習変化球がね3人になるんで、まあ、そこで経験点を稼いでいければなと思ってます。で、ルナちゃんとサナちゃんが、デートをね完走しないとエピログ経験点マックスにもらえないというのがあるので、この2人はまあデートもやりつつっていうのが必要になって、さらにエクちゃんと、まあ、京子さん2人のね、デートも完走できるかって言われるとそれはもう無理なんで、エクちゃん外して、まあ、野球マン1号に、変えてます。で、京子さんはね、まあ、新しいキャラなんでいろいろイベントとかも見ていきたいんですけど、ちょっと、京子さんまでカバーしてる余裕はないので、まあ、見れるところだけ見ていきましょうという感じですね。まあ、また別で京子さんは、ピックアップして動画を作っていきたいと思います。あとね、刀剣がね、プラ3にはなったんですけどプラ5になってないんで技術ボーナスがついてないので、まあ、ちょっとそこが惜しいところかなとは、思います。で、あとはそのガチャ系ですね、京子さんデビューガチャが来てるんですけれども、まあ、サクチャレのね期間中は、デビューガチャがあるので、まあ、報酬が誰になるのかと、まあ、サクチャレが始まってまたガチャが更新されると思うので、まあ、それを見つつ、どうしようか決めていこうと思ってます。なのでまだガチャは引いてません。じゃあこんな感じでやっていきましょう。スライダーも覚えてるしコツが来てるし、サナちゃん練習いいね。で、あと持ち込みアイテムの方なんですけれども、まあ、二股以上になるんで、まあ、井戸端がね起こった時にリカバリーをしないといけないんですけれども、ちょっと今回お守りは持ってきてないです。まあ、評価のリカバリーはね京子さんだけなので、ここは変化球にしとくか。あのロジカルマップで評価アップがあるじゃないですか、あれはねだから取っとこうと思ってます。で、あとねマップがねそんなによろしくないんだよね。こうなんだろうな、結構散ってるんですよ。あのブーストがあるんですけど、これ2つ開けないとできない。まあ、ここにね変化球ブーストは1個あるんだけど、このブーストをやるためにはまず2つ開けないといけない。で、さらにここのね筋力ポイントを取りに行こうとすると、そもそも上限アップが1個しかないんで、上限アップを、47だから1つ開けてようやくここが取れる。で、60にならないとね270が取れないんで、これはもう取れないかなと思ってます。で、あとはそうですね、まあ、金とかも今回関係ないんで強心臓ここはもう開けないでいきます。で、こっちのね真ん中ら辺は少し固まってるんで、まあ、そこは経験点を中心に取っていきたいんですけど、まあ、コツもね別に取る必要はないからね今回。まあ、そんな感じで、まあ、なかなか難しいねやってみたところ、友沢のコツ、まあ、サナちゃんの評価も上げつつ、ポーカーフェイスはねちょっと敏捷が必要になるからしょうがないよね。風投げのねイベントが来てくれれば敏捷ポイント取れるんで、まあ、先にそっちが来てくれたら取りに行ってもよかったんだけど、6%これはやろう。普通にみんなの評価が上がってポイントもいっぱい取れる。だからやっぱりねメカニックスはね練習してロジカルポイントをゲットしていくっていう作業が必要になるんで、どうしてもねデートにねなかなか回せないんですよね。で、上限アップは最初にやっぱり狙っていきましょう。なので左下をちょっと経験点とかを取りつつ目指していきます。脱散タイピン、
まあ、どっちも欲しいっちゃどっちも欲しいんだけどね、本来は。あれ玉。メンタルに誰もいないな、マジか。まあ、休むか、そうすると。で、京子さんですと。まあ、京子さんは、あれだね、本当に、マネージャーっていう立場じゃないんだね。野球マン。まあ、どうしようかな。投手一回、掴んじゃってもいいかな。まだ、序盤だし、緩急。緩急は3で、しかもやっぱ早い。ルナさんはマジで早い。告白が。まあ、お守り持ってきてないけどね、ルナちゃん、サナちゃんがいるから、なしでも大丈夫でしょう。風投げか、友沢か、ポイントか、友沢だな、ちょっと、あ、ポーカーフェイス取れねえじゃん。ポーカーフェイス取れないのか。だったら回復しつつ風投げでいくか。打たれ強さ低め。あとなんだっけ、怪我しにくさ。と、キレか。まあいいや。ちょっとコツ掴んじゃってもいいや。最初だし。キレ。敏捷がないからね。ちょっと早く風投げくんのイベントが来てほしい。13。あー、22。でもコツか。コツありか。投資緩急。なんか両方取っちゃってもいいかな。緩急取ろう。で、投資。よし、OK。で、13だから何かに使おう。上に進めていくか。これで、まあ、ほぼギリギリだな。ほぼギリギリっていうか、まあ、溢れたけどさ。よし、OK、聞いてみる。あれ？これ違う。これ違う方だ。普通の金徳の方だ。聞かない。伸び骨。コントロール。コントロールブーストってもうかけられるし。いや、でも何人だった ?3 人だった ?4 人欲しいんだよね。でもな、使えるときに使っておくっていうのもありだからな。ランダム2つか。いや、ワンタックしかないし、使っちゃおう。ブースト、スタミナブースト。で、友沢。もうしょうがない。敏捷がないんで。まあ、それでも100ちょっとプラスになったか。経験てくれ友沢コツか。まあいいや、もうポーカーフェイスこれで OK。 9。ルナちゃんとデートしておきますか。どうしてもね、ルナちゃんは完走しないといけないっていうのがあるから。まあ、経験点はねデートで全然くれるんで、ショートにして敏捷をゲット。ちょっと遅いよ。あ、打球反応あったね。23。まあ、美味しいけど無理だな。特に回復とかもないから、あれ玉取って、で、20か。ルナちゃんとデートして、体力を回復させよう。で、次が、1打席勝負になるから、なんか変化球覚えとかないとね。まあ、無難にフォークがいいかな。あ、じゃあスライダー覚えてるんだ、もうすでに。なので、まあスライダーじゃあ上げていきますか。3くらいあればなんとかなるでしょう、とりあえず。めっちゃ舐めてるけど。で、で、で、どうしようかな。いいのがないね。14か。友沢。ルナちゃんはね、ちょっと評価上げないと今度お正月を迎えられないからね。タック。22。これはちょっと使おう。上限アップ。風投げのね、本当に技術ボーナスが惜しいな。前回のね、風投げガチャでね、PR プラゴが2解放してくれればね、もう本当にプラゴまで大丈夫博士、SR 大丈夫博士像を突っ込んででもやったんですけど、これちょっと死んじゃうね。死んじゃうけど、あ、京子さんとか全然気にしてなかったわ。
気にできないよ。どうする？使うかロリーバー。使うほどか。ロジカルマップ、右へ進んで回復開けとく。スタミナももう取っちゃう。で獲得も早めに取った方がいいね。あ、変化球レベルが上がる。これ結構美味しいな。じゃあお出かけしよう。精神いいのなかったからね。さあ勝負だ。早いな。まあ早めにやっておきたいのはある。あれ燃えている。ほら、まあ普通の高校生っていうのを考えるとまあまあのピッチャーだよね。スライダー131キロ、ああいうのたまにな、ヒットになったりするからね、なぜか。みたいな。いや確かに経験点はいい、経験点は悪くない。でここはエレキ君にしとこう。体力が回復したはずだよね。ピーマン、よしよしよし。でメンタル消防ダメだ。葵ちゃんもまだ全然溜まってないよ。かといってな、寝たくないしな、寝たくないんだよね。デートしよう。もう一回ちょびちょび回復していこう。これはクリスマス前に乾燥しそうだね。お、開いた開いた。さてどこを開けるかだよな。一応ここ開けとく、それともブーストを目指していく。ちょっと一応こっち開けとこう。あ、変化球ブーストが来た。やった24。よしよしよし、これはこれでいいでしょう。これもどうしようかな、話が聞きたい。監督の評価上げていきましょう。北風と太陽、まあ、これは太陽にして、まあ、ルナちゃんの評価下げたくないんでね。かといって上がるわけではないんだけど。ワンタックワンタック、27。サナちゃんがいるか、ちょっとやりたいね。これ取っとくか、玉持ち。あ、しまった、こっち取っとけばよかった。獲得量っていくつで取れる。あ、10で取れんじゃん。守備ブーストは結構多いんだよね。あー24、15、24か、まあ、守備ブーストはただかけられないからな。回復がある。変化球ブーストはそうそうそう、そもそも取れないから、こっち開けとくか。ここはじゃあ守備連でいきましょう。でどうする。うん、ワンタック9か。22で次がクリスマス。じゃあ先にルナちゃんを終わらせてしまいましょう。どうする、こっちにしてみる。風薙がいるからね、敏捷ポイントあるんで。まあ、かといって走者釘付けを直取りできるかって言われたら直取りできないと思うんだよね。ただ京子さんが実はロジカルマップであれを持ってた気がするんだよね。クイック第1回目、ほう、そうそうそう、やった時、あ、京子さんあれ持ってんじゃん、クイック持ってんじゃんと思ったけど、まあ、今回はね全然あの経験点に直結しないんでクイック取らないですけど。友沢か、14どっちがいいかな。いやこれでけえな、63、さすがだな。野球マン1号かな、ダブルタックとかに絡んでくれればめちゃでかいけど、これはただこっちで経験点もらえるんでこっちにしよう。満タンになっちゃった。
こういう時に体力を下げてくれるのは助かる。野球が上手くなりたい。京子さんが全く大京とか大京マジで来るよな。守備ちょっと守備ブーストかけよう。やることがないからで、守備ブーストかけるってことはあれだよね、また守備のポイントがいっぱいもらえる。敏捷ポイント、これも体力削られるけど進めていくか。またなった、ちょっとロジカルポイントの管理が全然できてねえな。ワンタックか。29ルナちゃん評価低いけど、どうするよこれ。かといってなんかやることがないからな。カロリー食うか。じゃあカロリー食おう1個。ここでカロリーを食ってロジカルマップの急速ブーストとかはないんだね。なんか使おう。これを取りに行こう。で軽減点も取りに行って、てか溢れる技術が溢れそうだ。D にして、あとはちょっと急速に振っとくか。140くらいは欲しい。でこっち、まあ、もう一回回復できるからね。おこれは丈夫な体になって、まあ、怪我しにくさ、風投げとかね怪我しにくさ持ってるんで。よーし敏捷42マジで敏捷めっちゃあるんだけど。12か友沢。これどうする、守備やろう。経験点をゲット。あこれ回復しよう。いいところに来てくれたね。夕食おごってあげよう。で京子さんとかマジでどうにもなってないからな。いるまあここでいいかな。ちょっとルナちゃんの評価とかも上げたい気がするけど。こんにちは京子さんの評価がマジで全然上がらんわ。じゃあどこ開ける、こっちに行く。あ上下アップ5来たね。さてマックスになっちゃってるん で特に変化球はいないよね。これこっち側から筋力を攻めていこう。あとはルナちゃんか葵ちゃんか、まあ、経験点的にはこっちだな。お白衣の天使、これは、まあ、回復とかもあるんだけど京子さんの笑顔にしよう。そう夜当たり上手になるんでね。あっ全然回復もしたか。これでマックスまで持ってった。友沢オンリーか。でも人数的にはいるんだけど、まあ、ブーストかけられねえやそもそもポイントねえわ。で読書家おすすめの漫画にしておこう。あとこれはまあルナちゃんにしておこう。風投げのコツか。23溢れそうなんでこの筋力を取っていこう。でこれはロジカルポイントを狙うと。なだめよう、打たれ強さを取っていこう。これって打たれ強さもう掴んじゃっていいよね。22か。野球マン友沢、これこっちだね。京子さんこれ京子さんまずいぞ。これ
でようやく乗るかな。回復しよう。てかサナちゃんもそもそもさ告白来てないしね。ワンタック、22か。こういう時どっちを狙っていくかなんだよね。まずそもそも上限アップは欲しいと。技術プラス45か。9で一応30は超えるね。30あればブーストがかけられるから62か。野球マン1号、まあさすがだよな。こっちにしよう。目先のポイントに釣られる。で変化球レベルも上がってるし、告白来た、よし。あとはちょっとやることがないときデートしていこう。ワンタックか。そうだね、これだったらちょっと一回サナちゃん、いや京子さんはマジ無理だな。でテイクワンはね、ここでさらにねエクちゃんがいたからね。エクちゃんとか評価超低かったから最後ここはまあこれでいきますか。あの最後経験点エピログ20しかくんなかったからね。20-20-20のやつですだったら野球マン1号にしようって思ったテイク2で、まあ、それを考えるとそのテイク1で失敗したっていうのは良かったのかな。よし変幻自在。監督評価どうなってる。リリーフか、まあ、しょうがないよねそんなの。変化球も溢れそうは溢れそう。直撮りできる走者釘付けすげえな。まあスライダーじゃあ、まあ、せっかくの7にしちゃおう。そっからフォーク、あとはコントロール上げて球速も上げとこう。割と適当に上げた。あとやっぱり試合でね活躍できないと投手の場合は微妙なんで。 OKOKOK。 あこれそうだ、ロジカルポイントがもらえるんだった。ちょっと使っとけばよかった。いくつ、まあ、10かしょうがない。20くれるんだよね。ここは監督評価上げとく。めちゃくちゃ監督評価上がったな。京子さんがいる。17 まだ京子さん3なのかといってな。変化球ブーストができないとここを取りに行けないんだよね。守備ブーストをかけるほどか。あー1234人、いややっちゃおう。ちょっとポイントが余っちゃってるんで守備ブーストかけて、でここでやると50-50-100だな。4人いれば100上がるのかな。スカートさんの評価も上げて、なんか2タックとかが来ないよね、まあ、ここで回復か。コツか。ちょっと京子さん京子さんひでえな。なんかやっぱりお守り持ってきた方が良かったかな。これは元気になろう。そう京子さんね、デートを進めると大丈夫博士の成功率が上がるみたいですけど、京子さん確実に溢れる。どうする、一回もうブーストかけちゃおう。ここブーストかけちゃおう。ワンタックだけど使わないっていうのはもったいないからね。使わないで終わっちゃうっていうの、まあ、100上がるからいいや。ラブパワー、1人か。ただラブパワー92、ワンタック92はねすごいよね。まあ風薙とね野球マン1号のやる気コカップが乗ってるんですけど、ワンタック92はすごい。いやでもさ、どっちがいいのこれこっちにしよう。これでダブルタックとかがね絡んでくれれば俺に気があるみたい。付き合いませんか。
いやー京子さんやべえ、めちゃくちゃ評価低いよ。あ、こんなとこで来てもさもう一応リカバリーしとこう。これで5リカバリー。これいくつ、45使うのか。うん、ワンタックだね。どうしようかな。ちょうどラブパワー中だからね、経験値は高いよな。60、こっちだな。これで一応ド根性と、さ、根性のことどっかで掴んだよね。なんだっけ、なんかで根性骨掴んだ気がする。ロジカルマップ、筋力30か。いや、やろう。で、急速やりましょう。監督評価とかマジで上がっていくな。やっぱ世渡り上手はね、普通に強いと思うんだよね。25、美味しいよね。デートがさ、マジで進んでないけど、マジでデート進んでないけど、一回溢れさせて、これ取ろうかな。ここら辺のやつ、いや、溢れさせよう。22だし。さて、ここから、あー、ダブタックか。ダブタックだったらもう使っちゃっていいかな。いや、やっちゃおう、使っちゃおう。変化球ブースト、変化球レベルアップ、やっちゃおう。もう 2はもったいないけど、もったいないけど、いいね。溢れないよね、こっちの普通の経験点は。あ、これって成功するとどうなんだ。 OK、 成功した。コツがもらえるはず。要所か、これは注意しとこう。うーん、スタミナ24、スタミナ24 か。結局これでさ、デートをしなくなるんだよね。スタミナブーストがあるんだよね。スタミナブーストってどうなの。4人いるわ。ちょっと待って、経験点を先に使う。変化球ポイントが、フォークフォークフォークと、まあ、こんなもんでとりあえず大丈夫だよね。でもうブーストかけよう。ブーストかけて、スタミナやって、140上がるのか。結構でかいといえばでかい。で、回復させつつデートだな。一応これ見る、メンタル。まあ、京子さん無理だ、京子さん無理、マジで無理。うん、だってさなちゃんデートしないといけないもん。どこまでやればいいの。4回まででもいいのかな。これなんだっけ、やろう。よし、これでこっち行こう。変化球ブースト、コントロール練習レベル2か。23、これやりたいね。京子さんいるしね。お願いします。いやー、やっぱお守り必要かな。京子さんいるねワンタック、じゃあ京子さんあげていくか。コントロール練習を1回上げて、ブーストはかけられるようにしておこう。追加イベント来い。よし、 OK、 ダブパワー。京子さんはいない。まあ、体力が微妙だから、ここはお出かけデート。ラブパワー中だけど、ちょっともったいない。そう、流れ的には4回目のデートをすれば
なんか良さそうな気もするんだけどな。だそもそも PR って4回までしかデートないじゃないですか、そのイベント的なやつ。コントロールブーストってあったっけ。あ、もう使ったんだ。そう、コントロールブーストは使っちゃったから、メンタルブーストがあるという、ある。あー、経験点か。どうしようかな。もうコツはちょっといらないからな。あー、これのちょっと微妙なやつを消耗しとくか。微妙なやつを消耗して、で、やろう。さて試合だね。ちょっと確実にいきたいんで、もうここはピンチャンでいこう。前回ピンチャンでやんなくてね、5失点したからね。走者釘付けドロー。直取りできる。あとはね、やっぱりあれが欲しい、復活が欲しい。でスタミナはちょっと C まで上げとこう。球速は149あって、フォーク5にしておいて、打たれ強さとか取ってないね。キレ、打球反応、牽制、ここら辺も取れんのか。根性取っておこう。あ、勝ち運取ろう、強打者。まあ、こんな感じかな。なんか能力的にも、なんていうの、そんなに悪くはない。まあもちろんね、経験点に走ればね、それだけ触れるんで、いろいろ。風投げ、まあ、ここはね、風投げと友沢がいるからね、打つ方でも全然活躍できるんで。やっぱりね、友沢をね、あった、なんだこいつ。ボールがめちゃくちゃ先行してんじゃねえかよ。あ、これ取れるよね。よし、 OK。 風投げってさ、なんか知んないけどさ、ファーストとか守ってるよね。二遊間守らせてほしいんだけど。友沢と風投げの二遊間だったら相当鉄壁なのに。てかフォークが入んね、落ちすぎて。そうで、友沢の話に戻るけど、やっぱ的友沢ね、これは正解だったよね。普通の友沢がちょっと弱すぎたからね。まあ、初期の方のキャラっていうのはどうしてもね、しょうがないんだけど、ほんと友沢がね、使いづらかった。で、始めた時、まだ全然初期キャラだった時、友沢がで、ね、どうやった友沢じゃんみたいな感じになるんだけど、実はなんか使いづらいみたいな。まあ、碇守とかもね、そんな感じだったけどね。まあ、あとはその覚醒的なシステムもアプリの方では出てるんで、覚醒はね、本当に PSR を覚醒させないとちょっとあんまり意味がないっていうのがあるけど、まあ、サイガーのね、覚醒 PSR、まあ、持ってるわけじゃないけど、見るとやっぱめちゃ強いよね。おう、大丈夫、危ねえ。やる気なすぎだな、このロボット。ムード丸、誰だ、ルナちゃん、ムード丸持ってんだっけ。ミートは高い。これあんまりやりすぎるとさ、コールドになっちゃうんだよね。セーフティー、できた。さすがだな。ちょっとこれはもう普通に行こう、普通に行こうっていうか、普通にアウトになろう。風投げもやっぱ速えな、悪くはない。まあ復活があるからかな、やっぱりスタミナに余裕はあるよね。ここはキャッチャーが一般人なんで、スタミナの消費量が軽減されるわけじゃないんでね。シラスとかだったらね、赤原がキャッチャーやってくれるんで、キャッチャーキャラ入れてないと、まあ、それはね、投手にとってはかなり役立つんだよね。まあ、トシ君とかもね、いいっすよね。だから入れてればキャッチャーやってくれるんで。
ここは天下の宝刀で落とそう。 OK。 まあ、どうしても試合時間は長くなっちゃうけど、まあ、オート早送りがねだいぶ早くなったんで、29か、やっぱでかいよな。経験点にしていくか。今何が足んないんだっけ。これ全然足りてないよね。で29ってことはさ、次あれができない、ブーストがかけられない。来たとしても、うわ来たー来たけどブーストかけらんねえわー。でルナちゃんなんだっけ、打球反応とか取って、そうセンス罰だったこれすっかり忘れてた。ジャイロボール根性、根性はさっき取ったよね。ってことはジャイロボール取っとけばいいのか。ジャイロボールは取れねえし、何が足んないの。変化球ポイントがない。でなんか変化球ポイントを取っとく。取れねえじゃねえかよ、とにかく悲しい。これジャイロボールのコツ取れる。ドロン。これでどう、ジャイロボール取れるよしやるか。少しでも経験点にするという。あれちょっと待って、サナちゃんどうだった、完走できない、完走できないけど4回目までは消化できるか。まあいいや、ちょっとこのままいこう。あ、球速1上げて150にしとこう。さっきここで負けたんだよね、テイクワン。あのちゃっかりチャンスにしてたんだけど5点取られたっていう。メカニクス先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、そしてまだあれが1個残ってんね、カロリーは1個残ってなかったっけ。バッター追い込まれました。投球これから5球目、外角低め、空振り三振。京子さんは無理だな、やっぱり。第1打席はセカンドフライに倒れています。回らない本当に。打ちました、サード正面のゴロ、アウト。メカニクス先制のピンチです。このメンツでさ点を取ってくれないって。風投げ友沢先駆け、あとなんだっけ、いけ、ひでー。このさオートでやってる時ってさ、本当どういうピッチングしてんだろう。3塁まで行かれてるしさ、打ったセカンドから掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。第2球フォーカーストライク、これで追い込みました。作らないね、カウントワン、これで1回ちょっと。空振り三振。サバとか足 S あるんだ。友沢違いやべだからね。よし点を取ってくれた。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で、やべ、第一打席はライトフライに倒れています。2球目ストレートボールか、ノーアウトだからね。第3球低めボール球打った、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ミート開いていこう。初球を打ちました、ヒットになります。ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打、うわもう1点取んなきゃ。よし抜いた、競争心がある。対していいバッティングにはなんか、ノーアウトのさなんでこんなに打たれるかな。能力的には別に悪くないっしょ。投げました。もう実際のその高校野球的なものを考えると、2ボール2ストライク、投げました、打った、1、2塁間へ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、ストライク。ススキとかこんな強かったっけ。タイミング合いません。強いシラスなのかな。取りました、ノーアウト2塁とかさ、同点のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面でサバ勝つ、ここはプリバット掴みました。送ることができません。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。2球目ストライク、簡単に2ストライク追い込んだ。次が4球目、打ちました、これも大丈夫だね。アウト、メカニクス、点さえ取られなければいいんだけど、た3人ぐらい進まれてるかな。単打で1点の可能性がある。振らないね、慎重に攻めてきます。
あーシュートしやがった。いやでも最後フォークでいこう。オッケー、違う、もう一回。いよいよ9回に入ります。赤赤パワー B ある、リベンジ持ちか。打ちました、ファールボール。よーし、 OK。 西澤3球で仕留めてみせました。投げた、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。投げた、ちょっとアピノチヒッター持ってんだ。カウント1ボール2ストライク。ススキは俺全然使ったことないんだよね。イルキャラ持ってるわけでもないし、使う機会が全然ないんだけど、どうなんだろう。まずテーブルがそもそもわからないっていう。よーし、まあなんとか1点で抑えたな。で、ちょっと待って、サナちゃん、これも何が来ようとサナちゃんとデートをしなくては。あーもう京子さん全然ダメだ。あーやっぱりお守り持ってった方がいいね。無理だ。14回目まではデートしたからな。22日版タッグ14回、一回回復しとくのもありだよな、京子さんだし。いやこれ20だな、京子さん20だな。いやきついわ。お守り持ってきた方がよかったな。もうピンチャーにするとただね、俺の場合打たれるんだよね、甲子園で。パッカーンってホームラン打たれるんだよ。先制ストライクとかってやっぱ安いよね。奪三振取っとこう。球持ちも一応持っとこう。コンピューター相手には役立つかもしれない。玉持ち、俺が自分で打つときには相手玉持ち持ってても何の効力もわからないからな。あとリリース、これも全然わかんない。ゲン、友澤なんでこんなやる気ねえんだよ。あースプリットか、入れてくると思ったんだけどな。いいね、抑えてるね。メカニクス追加点の突然点を入れられてくるかな。バカウトランナー初球からタッチアウト、スーアウト、スーアウト。風薙一塁三塁という場面で風薙スライダーはストライク。スライダーを投げてくるか。第2球投げました、打った、これは強烈、いった、入った。ほらほらほら、いきなり、まあ、ホームランを打たれるとまあそれは一気にね点がポコポコポコって入るけど、ゲッシュ友澤のさ、このやる気のなさもどうにかしてほしいよ。相馬君だね。相馬絶対痛烈な当たり、レフトの後ろ、メカニクスさらに1点追加、8対3。もう第2球投げました、打ちました、いい当たり、ヒット、メカニクスさらに1点追加。葵ちゃんに変わってるし、お、なんもない。マジでなんもない。28。ここは、ここは、どうすっかね。技術点を取っていくか。まあ、変化球ポイントを取っていってもいいけど、45。30、45。まあ、いや、ちょっと変化球にしよう。で、28。28X になる。まあ、いいや。ちょっとわかんねえ。もうチャンスでいこう。39か。で30ポイントのものを取って、でまあ決勝を迎えると、まあ決勝を迎えられればだけど。1球メカニクス先制のチャンスです。最初のバッターボックスはファーストゴロ、打ちました、初球打ち。ミントがでかいっていうのもね、まあ悪くはない。打ちやすいは打ちやすいからね。友澤の調子がちょっとだけ戻ってる。第2球投げた、打った、これ強烈、
2点取られた。もう編成的にはやっぱりこれが一番いいかな。無理してねガチャを引くあれでもないんだけど、まあ、ありえないけど、もう一回風投げが復刻したらそしたら引くけどね。まあ、ただ当分復刻しないと思うんで、プラゴはその時まで上付けかな。いいとこ投げてくるね。そのサクチャレ応援ガチャだよね、誰が来るかっていう。だサクチャレ応援ガチャ最近なんかいいキャラ来ないからな。この京子さんデビューガチャを引いてくれっていう、そんな感じだもんね。バッターは2番先駆け、今日はショートゴロとレフト。これ多分狙ってこう1本投げました。ボールアウトコース低め、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。打ちました。ツーレッツ。ちょっとギリギリだったけどよく失点すんなこいつは。最後一応見てからにしよう。あ、京子さん、京子さん無理だマジで無理だ。怪我しにくさとか風投げ取ってないよね。だったら最後変化球やろう。もうポイントは使えないんで、ブーストかけを、ブーストかけた方がいいのか、それとも待って、こっちにした方がいいのか。90ポイント何人いたっけ、全然いなかったよね。2人か、2人だったらブーストかけるよりは90ポイント取った方が多分いいと思う。3人いたらまあもしかしたらブーストかけた方が良かったかもしれないけど、でしょ。あれが余っちゃった、カロリーバーが。結局カロリーバー使わずに終わったな。ってことはやっぱお守りだな、お守りのがいいわ。これ京子さん全然経験点もらえない。20-20-20だな。全国の頂点、何事もなく頑張ってる。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました。これはいい。メカニクス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で初球打ち。もうちょい下を叩くべきだったか。やべ、ヒットを放ちました。初安打、初球打った、ヒットになります。メカニクス1点入りました。風投げ、風投げは本当いい。これで今日は3打数の2安打、めっちゃ使いやすい。特能がいっぱいあるからね。まあ、オール C ではあるんだけど、特能がいっぱいあるからなんとなくね強い気がする。広角打法持ってるからね。よし、なんか1点で抑えてくれた。最後だけ頑張ったなこいつ。踏ん張れなかったけど最後の1点が。甲子園優勝。さすがにドラ1は取れるよね。世渡り上手を持ってるから。これルナちゃん OK でしょ。で問題はサナちゃんが全部くれるかだよね。ちょ一応見てみよう、うん。まあ、4回目をこなしたからね、ここのエピローグは寝取られにはならないよね。寝取られにはならないってことはくれるかな。55-73-55-55どうだったっけ忘れたー。これ多分ダメ、全然期待できない。24、まあ、45でお借りしてから24だけど、35だったら20-20-20だよね。まあ8400、9000いかないくらいか。まあ京子さんがなちょっとあれだったからな。でまあ鍛える必要はないんで、さっきのあれか、経験点画面で終わらせてた方が良かったね。まあそういうことで、とりあえずまあ9000を目指す感じになるかね、今のところの自分のデッキでは。その総経験点的なものね。でまあ京子さんの今回エピローグポイントとかがしょぼかったんで、まあもうちょいね、まあ、上がる余地はあると思います。まあトリプルタックとかって来たっけ、多分来てないよね。まあ、トリプルタックが来てブーストかけられれば、もっともっと伸びると思うので、今のところ自分はもうこの編成でいこうかなと、思ってます。で野手はね、国樹くんとかそこら辺のね複数練習持ちを俺持ってないんで、
まあ、投手で、やらざるを得ないかなというところがありますので、まあ、あとはね、本当に報酬が誰になるか、なんかそのスペシャルなキャラが来るぞみたいなこと書いてあったけど、俺全然もう予想できないんでまあ報酬見て、まあ、マジでやるかどうかはちょっと考えますというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。